どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで、ね、今日もやっていくんですけどね、今日は、ね、ちょっとね、もうね、青森のね、野球がね、もう激アツすぎるってことでね、ちょっとね、動画上げたいなということで、八戸学院ね、構成がね、まずね、八戸工大一ね、八戸工大一かな、ちょっとね、間違えたんですけど、僕がね、前の動画でね、青森山田もね、構成もね、ちょっと甲子園厳しいんちゃうんかってね、話をしとって。ほんでね、この春、ね、八戸工大一、ね、なかなかね、やるっていう話をして、ほんなら、みんながね、いやいや、そんな嘘つけや、みたいな、いやいや、ピッチャーがいいだけやろってね、まあ、前のね、動画では言われとったんですけど、実際ね、蓋開けてみるとね、八戸工大一ね、今日ね、青森山田と試合して、ほんでね、1点差で、最後サヨナラ負けしたんですよ。でもね、エース温存して、まあ負けたと、まあ、エース温存してって言ってもね、最後出てきて、最後ね、サヨナラ打たれたんですけど、まあそのね、サヨナラのね、内容もね、まあポテンヒットなんで、まあそこはね、連携の差なんで、まあ正直な話、まあそんなにね、ボコボコに打たれて、もう夏も自信なくすわっていうぐらいにエースが打たれたわけじゃなくて、最後エース出てきて、ポテンヒットで、負けてしまったと。でもね、そのね、エースのね、金渕くんはね、なかなかね、えぐくて、前にね、紹介したんですけど、アンダー18のね、合宿にも行っとって、ほんでね、蓋を開けるとね、八戸構成に対して、ね、選抜であんだけ強かったね、新井大くんとか、岡本くんとかね、率いる八戸構成に3対0で勝ってますし、0点で、ね、完璧に封じてますから、なかなかね、やっぱりこの夏の、青森県の大会ってね、非常に面白くなってくるのかなってね、僕は思いますね。やっぱり、なんや、こうね、左ピッチャーが、やっぱり、ね、構成に迷って、ほんで金渕君っていうね、左のいいピッチャー対決で、やっぱり構成はね、しっかり3点取られてますから、岡本君とかはね。だからね、やっぱり打線もね、ピッチャーだけかなと思ってたんですけど、八戸工大一はね、でもね、なかなかね、打撃もしっかりしてますし、今日の試合を見とっても、やっぱりそんなね、全く出てないっていう印象はなかったんで、青森山田に対してね。で、これでね、何が言いたいかっていうと、ほんまにもうね、青森県ってピッチャーがみんないいんで、1点差の勝負になってくると思うんですよ。1点2点のほんまにね、ロースコアな試合になってくると思うんですよ。ってなった時に、やっぱりね、青森山田ね、勝ってますよ。今回も勝ちました。でもね、やっぱりその采配的なところを見ると、やっぱり僕はね、夏ね、そんなに勝ち進めるかって言われたらね、僕はそうじゃないと思うんですよね。なんかやっぱりちょっと不安要素がね、多いチームなんで、やっぱりその戦略的なんにしても、なんかこう、うわ、それ今行くみたいなね、プレーってよりか、なんかそういうのがね、僕の中ではね、結構ね、多いんで、だから、やっぱり夏はね、僕は青森山田と八戸構成じゃなくてね、この八戸、八戸工大一かがね、出てくるのかなって思いますね。完成度もね、かなり仕上がってて、やっぱり普段ね、やっぱ左のものすごいね、いいピッチャーが味方におるわけですから、だからやっぱり左ピッチャーに対してのやっぱ免疫っていうのがね、かなりあって、普通にね、やっぱ左ピッチャーのいいピッチャーが来ても、やっぱり自分のね、エースの方がいいってなって、だから岡本くんですらやっぱりね、完璧に抑えれないっていうのがね、今のね、この状況なんで、だから青森県ね、選抜時点ではね、青森山田に、八戸構成どんだけレベル高いねんってね、バーってね、世間でね、騒がれとったんですけど、その2校もね、出れない可能性のあるね、青森の野球って、なんか、レベルがね、高くなりすぎて、僕は非常にね、青森の野球ね、楽しみかなと思います。で、やっぱりね、これをね、話せばね、話そうと思うのが、やっぱり東北の方って、やっぱいいピッチャー出てくるよなってね、思ってしまいますよね。いろんなね、地域でね、いいピッチャーがね、育ってるとかね、あるんですけど、やっぱり東北地方がね、なんでこんなにピッチャーの育成がうまいのかと、なんでこんなにピッチャーがね、育つのかってね、なんかちょっと不思議ですよね。なんかここまでにいいピッチャーが、ね、東北地方からね、やっぱり連発して出てくると、ほんまに僕が中学生やったら、絶対東北で、ピッチャーやったらね、練習したろうってね、思ってしまう。と思うんですよ。だからね、ほんまにこの結果を見てもね、やっぱり改めてね、東北行けばね、ピッチャー育つと思うんでね、東北の方に行ってください。マジでね、なんや、こんなね、いいピッチャーがいっぱいおるね、青森県なんて正直な話、前まで八戸構成
一強って言われとった高校に、これ青森山田が出てきて、ほんでまたね、さらにね、こうやってね、新しい高校が出てくるっていうのは、高校野球のね、レベルがね、めちゃくちゃ上がってるってことですし、やっぱ青森もね、青森山田が選抜ベスト8にね、行ってね、もう方に行きかけたり、八戸高生がね、去年、一昨年の夏かな、とかね、夏ね、結構上まで来たりね、東北ね、青森県だけで言ってもね、なかなかね、レベル高なってきてる上に、やっぱ東北全体で見ると、やっぱ仙台育英とかがね、えげつなくね、強くなってきてるんで、ここでね、ほんまになんか僕はもうあと2、3年後ぐらいしたらね、この青森県ってものすごい激戦区になってるようなね、気がしますね。ほんまに、ちょっと前の、何県ですかね、ちょっと前のやっぱり、だから茨城県とかを見てるような感じですね。茨城県ってやっぱり上層が一強ってなっとったところに明秀日立が来て、ほんなら土浦日大が来てみたいなね、こうどんどんねレベルがね上がっていくね、県やったんで、だからこの青森県の野球っていうのが、この春大ですらねここまでね盛り上がってるんで、非常にね、今後もね楽しみかなと思いました。でもまあ一つ言えるのは、僕はねこの八戸第一のね、エースのね、この金淵くんっていうピッチャーもいいんですけど、今日ね、その子がほらんくても青森山田に対してものすごいね、点数を入れささずに抑えとったんで、だからそういうところが僕はね、なんかね、夏へのやっぱり相手チームとかへの威嚇になったんちゃうかなと。やっぱり一人ね研究されるのと、やっぱ二人研究されてどっち来るか分からへんっていう状況を埋めるっていうのは、やっぱ相手側からするとものすごいね嫌ですし、ほんまにねその日の朝までねどっちピッチャーが来るか分からない、両方イメージする、よりかはね絶対ね片方を絶対こいつが来るやろってやつをねイメージしてる方がね絶対いいんですよ。でもそれのね、違うねピッチャーもね、出てきて、ほんでそれもね、なおかつね、青森山田に対して、点数を抑えられてるっていうね、事実がね、やっぱり試合には負けたんですけど、まあ内容的にはね、内容的にってよりか、まあそういう、長い目で見るとね、僕はこれはね、今日はね、勝利と言っても、ね、過言ではないぐらいね、いい習得をね、したと思うんで、八戸工大一はね、僕はね、非常に夏、楽しみですし、夏ね、甲子園出てきそうやなと思いました。はい、ということでね、皆さんが思う、まあここも青森強いぞとか、青森内球こんなになってきたなとかね、あればね、ぜひねコメントお願いしますということで、また皆さん、お次の動画とか、また聞きたい話とかねあればね、ぜひコメントお願いします。もう東北も関東も関西もね、今は高校野球が熱いって話でした。それじゃあ次の動画で会いましょう。お疲れ。